斉藤満は、老局師。本名は、東野はじめみ。老局親友協会元理事長。和歌山県海南市出身。1933年12月初代、日吉川秋時に、弟子入り。1934年3月、大阪千日舞愛新館で、初舞台。少年同局師として、全国を巡業した。海南中学卒業し、 日本大学に進学したが、戦中の土作作のため中退。戦後本格的に浪曲師として再修行した。その後、NHK 浪曲大本研究会や民放の何和節天狗道場の指南役をやり、1953年に新日本放送の浪曲コンクール第一期で第二位になり、翌年1954年の決戦投票で第四位に入賞した。 である。1962年に毎日放送の老曲一人相撲で約2年間司会担当し、関西テレビ天狗浪曲アワーで準レギュラーとして千日劇場を中心に舞台に出演していたが、劇場閉鎖後は営業中心に活躍し、毎日放送のヤング王、王や関西テレビ等に出演した。維新の曲は当たり系で、 天狗浪曲アワーで10週連続放送をした。芸名は、初代展光剣満月が、親友初代日吉川秋時の、際に、本名の東野和美の、東自分の初代展光剣満月の、満を取り名付けた。1966年日本レコードより、浪曲一台、男涙の子守歌 EP レコードを発売。1973年定築レコードより、 何はの恋の物語発売。1975年定畜レコードより、飛躍江戸土土産、エモシチ工売を発売。1994年4月9日10日、京都市城南座において、南座浪曲大会の出演が最後の出演となる。歌謡浪曲を競い合った時代の一人であり、村田秀夫とは大親友でもあった。漫才師、昭治敏江、霊児の名コードでも有名。 2010年10月24日、急性肺炎のため、大阪府島本町の水瀬病院で死去。82歳没。同年10月26日、大阪府三島郡島本町の千里万博葬儀会館水瀬家族葬ホールにて、老曲葬による告別式が執り行われた。ありがとうございます。